栗山さん、こんにちは。高野町で、コンサルタントをしております。下村拓司です。8月の19、20は、令和5年三原市事業レビューではお世話になりました。また、本日は事業レビューの背景及び、今後の展開について、話を聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。事業レビューは広く三原市民の意見が集約されるように発展をさせていきましょう。本日私が栗山さんにお伝えをした人類史と世界の仕組みから導き出した構想を三原発グローバル産業として、去年の4月から三原で推進中です。三原で生まれ育った人が三原に残って事業を発展する三原にするプロジェクトです。具体的には、世界を飲み込む三原人材を三原の社会的共通資本をうまく活用して育成するというものになります。この人材育成の先に国際状況がどう変化しようと、三原市民の日常生活が安定稼働する次世代の社会システムが現れます。三原市民が三原の未来を作る三原市にしていきましょう。もちろん、三原市民の中には、事業者の皆様、そして三原市役所で働いている職員の皆様も含まれます。市民、事業者、そして市役所の皆さんの対話ですね。対話及び交流をがですね、これまで以上に盛んとなり、その対話の中身が、三原の、未来であるということがですね、これからの三原には必要になってくるというふうに考えております。それでは引き続きどうぞよろしくお願いいたします。